はようございます。おだーすお前それ乗り違うでしょお前今日は頑張ってるか。今日はなまた突撃ですか。あ、ごめんだろお前。まあね、久々に視聴者の皆さん、はい、突撃系チャンネルに変わりつつあるし、どこ突撃行くんですか。え、今日はまたお前5000万問題あったろ。はい、政治ドラ取れただろ。あれ取れましたね。いった50万再生がいったぐらい行ってますね。なんで、あの、まあ、明日から総研って言って、はい、建設会社なんだけど、まあ、M&A して、水野鉄工というとこ買ってんだわ。はい。で、また他に何個も買ってみたいな感じで、多分、売上だから30億だか40億だかみたいな会社なんだわ。はい。全体でな。で、俺、その工場とか、で、中学校からの同級生で、俺、まあ、さ、その中学校からの同級生なので、そういうの、あんまり見、そういう面は見んじゃん。ああ。ご飯食べに行ったり、相談とか悩みとか、まあ、経営者だから同じような悩みだからさ、はい。まあ、俺、今こういうとこでぶつかったんだけど、どう思うとか。はい。起こしたらいいんじゃないとかいろいろアドバイスくれるから、うん、また今日も突撃行って、はい、5000万問題解決したかどうか聞きましょうか、視聴者の皆さんなんかでもあれじゃないですか、うん、突撃行くって言って前も言ってましたけど、うん、なんか結局、うん、その社長の関係性を崩さない程度の、うん、突撃というか。お前そこ行っちゃう？はい。お前それ行っちゃう？そんなことないよ。今日はもうバチバチ行くよ。バチバチ行きます、ね。もう完全に友達の縁切るぐらいの覚悟。マジで俺それ行くよ。シェイカー。最近なんか突撃系 YouTuber みたいになってね俺。メントスコーラ持っていかないといけません、ね。メントスコーラ持ってないじゃん。な。結構ね。でかいっすね。5000万ぐらい平気だな。潰れんかもしれんよこいつ。潰れたら笑うんだけどな。そうですね、いいネタになるのに。潰れてくれんかな。潰れる。でも暇だぞ工場。うわ、めちゃくちゃ広い。コロナでも多分潰れるなこれな。コメント欄が見えるな。同級生の会社が潰れるって言うんじゃねえ。仲いいんですよね。仲いいんですよ。仲いいっていうか、もう中学校からずっとしたの。潰れるって。仲いいから言っていいよ。別に潰れ。俺より上のやつ全員潰れろ。あ、やってる。うわ、すごい。いないじゃん。いない。あいつがイベントをかぶらんと仕事しようぞ。どんなお前。あ、アスカにあるやん。行く？なんか実際よこれ。ちょっと立派すぎるわ会社が。あいつヘルメットかぶらんと何やっとんのあいつ。うろうろしまげ。あっそうね、あいつ。巻いていってみようか。おはようございます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 。どんなこっちみたいな感じで。はい、おはようございます。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 すいませんおはようございます。何着てんの？ヘルメット被ってないですよね。コンボードのヘルメット被ってないですよね。ヘルメット持ってこい。あ、ちょっとピンマイつけますね。どうぞいいから、いいからもういいから。大丈夫いいんだって。ここはダメっつって。正規だから。ありがとうございます社長金くれ。え、お返しでございます。これでもでかいね。え、社長初めて来たけど。そうっすか社長。なんだかんだやってくれるね。これが同級生のしつこさだわ。もっとやがってこの間ヤクザって言われたで。やだ。なんでこれにコメントにヤクザって書いてあった。やだね。もうこんなヤクザみたいなやつ。こんなヤクザみたいなやつ。俺なんか敷地内なのに俺ヘルメットかぶってねえで怒られたもんな。まあでもヘルメットかぶってねえやんか。俺社長だから。え、社長だから。社長だから。あれおかしいでしょ。何これ、暇なんですか今日は、ね、あの5000万問題でちょっと聞きに来たんですけど。もう5000万問題もね。これ暇じゃん工場。すぐ危ない危ない。逃げた。社長もういいからさ。すごいねこれ。
いいよもう。いいって。すごいですね。すごいですね。すごい。もうすごいですね。で今日は何ですか。え？まあ、なんかこれ面白いかなと思って。全然面白い。突然面白いかな。仕事中ですよ。すごいね。でもでかいね。俺初めて。もっとちょろかな。意外とでかいです。土地だけで4億5億でしょ。3億5000万ぐらい。3億5000万。すごいね。何年ですかこれ、買って。3年ぐらい。3年、うん、はぁ、すごいな。もともとはトビの会社だもんね。はい。ね。トビが工場買っちゃった。トビが工場買って、はい、また2つぐらい買ってるでしょ。買って、なんかいろいろやってるでしょ。もう3個ぐらい買ってる。これ。総売り上げ何億ぐらい30ぐらいか。30? 30? あ、なんでうるさいもん、なんか声が。ちょっと見させてもらっていいですか、うん、いいですか、こんにちは。あ、明日が峠ヘルメットかぶって。あ、実習生だ。そう、実習生。あ、いいのだし、今鉄骨、構造物じゃないと。峠じゃない。いい、大丈夫。塗装やってんだ。私、塗装屋の社長です。塗装屋さん、私社長、塗装屋の社長です。貸して、俺寝れるから。ちょっと貸してみ。これ塗ったらどこでしょう。塗っていいよ。あ、こっち塗っていいの。はい、あ、ほんと。どうですか、うまい。ダメ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 。これ塗っていいの。ここ塗っていいの。いいよ。どう。あー、もう全然ダメだよ。うまいですか。全然ダメだな。すごいね。あのね、まあ溶接から何からできるの、みんな実習生で何年目。日本語もうまいじゃん。まだ3年。私のところも実習生20人います。ベトナムね。すごいね。なんか暇なの。向こう暇だったの。今暇なの。ちょうど潰れ、やっぱり潰れる。潰れる。絶好調じゃん。潰れるでしょ。絶好調じゃん。5000万はどうでもいいわ。そう、全然へっちゃらへっちゃら。さすがだ。いっちゃ潰れるぞ。潰れんわ。これなんですか。これクレーン。ちょっと熱くなってきた。あっ、やったやった。ああ、ちょっと見に行っても、やっぱ突撃楽しいわ。楽しくねえよ、全然。おい、何ですかね。みんな挨拶しない。いいから挨拶。YouTuber だから俺。YouTuber だから挨拶しないか。もういい、仕事中だからな。だからこれ全員実習生。実習生と僕の方はモンゴル人と、うん、で何、暇なもんで、ね、みんな休むんだ、工員が。そう、今日はね。あ、そういう、まあ、休みにして材料がたまたま入ってくるのが伸びちゃって、うん、で、また明日入ってくるんだけど、うん、あれ、あれ、資材置き場もおるでな。資材置き場あれ、ヤードに使ってるでしょ。そう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 。で、あれ、ペンキブースも作ったんでしょ、あれ、うん、使ってないけど。来たよ。すごいね、この一等地。まあでも苦情が多い。なんでうるせえって。まあまあ、こんだけ近隣があるから。じゃあちょっと、近所の人見てるかもしれない。挨拶お願いします。いつもご迷惑かけておりますが、なるべく静かにやっておりますので、どうか。ちょっと手見て、手。これでやるのだよ。どれだけやるの。ちょっと、本当に。この手だぞ。この元大人ぐらいの手だろ。これだぞ、お前。で、僕ね、手。でかいでしょ。やばいでしょ、マジで。これもね。これ何タコ。これフナコ。やばいね。これ。子供見てる。子供掘る。子供掘る。これ、やばい。これタコ。これタコ。もう一回やろうか。ちょうどよかったね。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、水をでこう。なんか募集とかしないよ、人。しない。え、職人は。職人もいらん。職人もいらん。そう。おる。十分おる。十分。ネットワークあります。また来ますね。こんな広告いらん。また違ううち行きますんで。よろしくお願いします。また違う会社でね。じゃあ皆さん、チャンネル登録といいね。
まあ、チャンネル登録してください。もう俺これから突撃バチバチ行くんで。ね。まあ、不快になる人もいっぱいおると思いますけど、ぜひチャンネル登録でいいね。よろしくお願いします。迷惑極まりないですよ。叩き上げて、ね、迷惑極まりない。5000万問題解決するまでずっと来ますんで。なんだったそれ。なんだったって。またねー。またねー。